感染調査の結果、すでに国民の 15% は感染してるが症状は出てないという感じもしてきた新型コロナウイルス。もしそうなら、発症率と死亡率は随分下がってしまう、普通の風邪レベル。それでも無視できないのは、この被害者がなぜか芸能人など、そこに集中してるから、だ。そして主に戦勝国、侵略に対して否定感のない国家で、それは拡大し続けている。意識を変える方が現実的では、それはでも、現実的か。強奪連鎖を肯定してると、今は死にます。言葉としては単純だが、信用するにはかなりオカルトでもある。とはいえ、この意識はアインシュタインの相対性理論。それを場合によっては土台にし、世界はこれに、経済学の足場を置いてきた、という歴史があるいはあるかもしれないのだ。それに限界が出ている?とは、